受けるがいい。はっはっ、これで決める。この私に勝てるわけがないのに。見事な山だ。あ、あのマス富士の ヨリ、どうしたセイバー。もぞもぞは。よくわからないが、この辺りには高徳院の大仏がある。ああ、これはいい。助かる。どうした？侍か。
妙にうつろな面持ち。囲まれたか。やっべ、油断したな。射撃開始。どういうことだ。なぜ偉人たちが御家人連中と組む。すべてまとめて打ち倒すのみ。やるぞ、より。ここだ。来い。受けてみろ。またも御家人どもか。こう引っかより、そやヘビの髪跡。皆同じものが残っている。隠しようもなく魔力の痕跡もあるな。アサシンか。うむ、奴に間違いあるまい。遠兵の偉人らはドロテアの配下となると、やはりアサシンがドロテアのサーバントか。では早速確かめてみるとしよう。目指すは横須賀だな。ほう、これを見切るか。音もなくセイバーの胸をつくか。この大きな波の教主ではない。貴様、何者。あいにくと主らに名乗る名は持たぬ。だがここでまみえたも何かの縁。老骨の戯れにしばし付き合うてもらおうか。では覚悟は良いかな、若造らよ。我が拳は血と痛いぞ。来るぞ、より。気を抜くな。いえ、何故我らを襲った。言ったであろう、ただの戯れぞ。故に主らの肩肘張らずに楽しむがよ。止めた。おいだ。ここだ。どうした、手が緩んでおるぞ。死に物狂いで挑んでこんか。言われずとも焦りはしない。運が良かったな、より。
決める。ここだ。当たりはしない。決める。鋭き水の流れのごとく。出番だ。戯れが過ぎたか。とく戻らねばあの娘が何というか。ではな若造ども、いつかまた拳を交えようぞ。待て、貴殿とはまだ。セイバー、ああ逃がすか。セイバー、やつは巻かれてしまったわ。素性は分からずじまいか。しかし相当の手だれだった。うむうむ、微説のしながらなかなかに鋭き拳であった。無手であの戦いぶり、さぞや名のある英傑だろう。奴が我らを狙うなら、いずれまたまみえる。二度は逃がさん。よし、では改めて横須賀へ。待て、セイバー。ん？戦国の一戦で気力勢力が尽きた。続けざまは難しそうだ。なんだ、やれやれだぞ、イオリ。ま、引きずっていったところで会えなく散るだけだろう。まあ仕方ない、戻って夕げだ。夕げのおかずは何かな。切り替えの早いこと。アーチャー、こたびの助力感謝する。協力を約束したのです。この程度当然のことをしたまで。再び私の力を望むのならば、この神奈川港につながる霊脈を掌握してください。では私はこれにて、あなた方の武運を祈っていますよ。